こんにちは、ナイスチャです。元気ですか？皆さん、今日は私はポーランド人 YouTuber とコラボ動画を撮ることになりました。すごく楽しみにしています。ちなみにベラルーシとポーランドはすごく地理的にね近いんですけど、でもまあ直接会えないので今日はオンラインベースでやります。で、彼女もYouTube を日本語でやっているし、日本語もペラペラですし、いろいろね日本について、あと日本にいた経験について話したいと思いますね。と、皆さん、まるちゃんです。皆さん、こんにちは、まるです。私はポーランド人です。で、自分で趣味としてまるの日記チャンネルをやってます。ポーランドと日本に関する動画をよく作ってます。そして、今日は私の初めてコラボ動画ですからすごく緊張してます。ナスちゃん、私を誘ってくれて本当にありがとうございます。いいえ、参加してくれてありがとうございます。いろいろね、今日聞きたいと思いますね。緊張しなくてもいいよ。はい、頑張ります。はい、まるちゃんはどこで日本語を勉強しましたか？そうですね、最初は自分でなんか家で勉強しました。でもあまり真面目じゃなかったです。そうですね、でも後でなんか日本語はすごく好きになって、言語学校に通ってました。そして言語の学校の先生はみんな日本人で、すごく勉強は良かったです、今までも言語学校で勉強してます。今でも勉強してるんだよね。すごい。確かにね、独学すると難しいんだよね。多分私も自分で日本語勉強したらなかなかうまくいかなかったと思います。でもね、そういう学校に通うと、なんか同じ趣味を持ってる人もいますし、日本人の先生もいるし、なんか楽しそうね。そうですね、そうですね、友達ができました。そしてなんか文化のことも勉強しますから本当に面白いです。じゃあ言語だけじゃなくて、なんかいろいろ日本についても勉強できるんだよね。いいね、一石二鳥。そうですだよね。はい。もうどのくらい日本語勉強してる？なんかすごく日本語うまいけど。そういうか。2015年から、始めました。じゃあ今6年目ってことかな？そうですね、6年ぐらい。ちなみに日本に行ったことある？はい、はい、2回行きました。どういう理由で行きましたか？なんか旅行とか、留学とか。最初は2週間旅行でした。あの時日本語はあまり話せませんでしたが、なんか、友達と2人で行きました。そして2回目は、インターンシップをしました。4ヶ月間。インターンシップというのは会社でインターンシップやったってこと？そうですね。すごい、東京の会社でインターンシップしました。いや、すごい。こうやって、それは大学経由でなんか行った、あるいはなんか自分でいろいろ探して行った感じ？大学のためで、はい、行けました。すごい。なんかこうやってね、日本でインターンシップやった人はなんか初めて見た。そうですか。はい、面白そう。インターンシップはすごく楽しかった。ずっとなんか日本に住みたいなと思って、そのインターンシップができて、信じられないぐらい嬉しかったです。はい、そのインターンシップやって、ポーランドに戻ったのって感じだよね。そうですね、だから大学生でしたから、インターンシップが終わってポーランドに戻って、また1年勉強続けて卒業しました。なるほどね、まだまだ勉強があったんだよね。残念で。残念です。もっと長い時間日本に住みたかったのに。
当に。まあでもまたまね、行けるチャンスがあると思う、まあ、コロナが終わったら。そうですね、すごく行きたい。日本に住んで一番不思議なことは何ですか？なんかありましたか？これ不思議だなって思ったこと。そうですね、私がインターンシップした時はもう秋と冬でした、うんうん、で、なんかまあ冬だと私はいつも厚いコートとなんか必ずマフラーとなんかハット、ビーニーとか、うん、しますけど、よく女の子、学生の女の子を見て制服のジャケットとか、うん、スカートと靴下しか何も着てなくてすごくびっくりしました。寒いでしょ。そりゃな、かわいそう。私もそう思った。そうですね。そうですね。で、まあ、女の子はなんかファッションは 大事なことだと思いますけど、なんか幼稚園の子供でもなんかショートパンツを着て、うん、嬉しく歩いていました。嬉しく歩いてました。私は見た、多分その幼稚園じゃなく小学生の男の子を見たことあるんだけど、はい、その子もショットパンツでなんかジャケットだけ着てたけど全然嬉しそうな顔しなかった、うん、まあ朝だったからかもしれないけど。うーん、でもね、私も ね、暖かいコート着てなんかストーキングとかパンツとかもなんかあったかくして服装、うん、でもそれでもなんか寒いなって感じたけど、そういう子供を見た時に、はい、もっと寒く感じてた。めちゃくちゃ寒そう。そうですね。うん、同じ同じ。あとサラリーマンもなんか暑い日でも寒い日でもなんかスーツだけ着ます。ーコートもあまりいません。それは不思議だと思いました。風を引きやすいと思って、うん、なんかどうしてコート着ません？うん、確かにね、うん、体に良くないね。寒さに強いからかな、なんか鍛えてる。そうかもしれません。確かにそれは不思議、私にとっても面白い。感動したことはあった？なんか感動した出来事とか、まあ、普通のコートとかなんかありましたか？あ、はい、本当に感動した時は富士山に登った時、お、うん、旅行した時にの友達と一緒にすごく富士山に登りたいと思っての、あ、なんかそれは、2日かかりました。ですごく大変だったけど、なんか一番高いところに着いたらなんかなんというかな、何でもできる気持ちがありました。そして景色もすごく素敵だった。うん、それで日本語で気持ちを伝えるのは難しい。難しいね。そうですね、感動、はい、感動、感動、すごいそういう気持ち。そっか、私はね、まだ富士山に登ったことない。あ、そうですか。そう、まあそれは大変。大変。筋肉痛は必ず。あ、そうなんだ。まあでもそれは気持ちいい筋肉痛だよね、多分。はい、そうですね。私はできた、最後まで頂点まで登った、はい、という証拠だね。そうですね、富士山の上にの、神社があって、なんか富士山のお守りを変えてすごく面白いと思いました。こんなに高いでも神社があります。そっか。ちょっとびっくりしました。でもね、私はそう、神社について知らなかった。ちょっと私も今度日本に行ったら富士山に登ろうかな。あ、ぜひぜひ。うん、大変そうだけど、景色は本当に素晴らしい。富士山ね、私はなんていう、途中までしか上がったことないね、車で。
行ったけど、その車が行けるところまでしか行かなかった。ちょっと今度チャレンジしてみます。いつか。ちなみにもう一つの質問があるんだけど、多分一番私が気になってる質問。なんで日本、なんで日本語、なんで日本語を勉強し始めた。まあ一つの理由だけはありません。いくつかあるね。最初はそうですね。一つ。まあ最初はね、中学生の時かな。のよくアニメを見ました。そしてなんか日本語がすごく面白くて、ポーランド人はあまり日本語が分かりませんから、ひらがなとカタカナを覚えて、自分の、コードメッセージとかよく書きました。誰も読めないから面白かったです。面白いね。そうですね。あとは、アニメを見ながら自然に単語を覚えるのはできますね。そして、日本語を勉強しようと思って、もっともっと日本語を好きになりました。で、結果として日本語学校に通い始めた。はい、そうですね。素晴らしい。他の理由は日本語文化とか、の料理とか、すごく面白いから、文化をよく分かるために言語の勉強も必要だと思います。確かに。そうですね。敬語とか、ポーランド人はあまり敬語みたい単語とか文法はあまり使いませんから、それを理解できるため、ちょっと言語を勉強しなければなりません。確かに気持ちわかります。とか。そうですね。子供の時にアニメを見たって言ったんだけど、その一番印象に残ったアニメがある、一番好きなアニメ。難しいですね。本当に多かったから、よく覚えません。でも、一番好きのはジブリの、映画、隣のトトロとか、すごく好きです。私もね、ジブリのアニメが好き。ちなみに、東京にあるジブリの博物館に行ったことある？そうですね。日本に行った時、このジブリミュージアムがあるのは知りませんでした。ポーランドに戻った時、そうですね、後で見つけて、しょうがない。残念でしたね。私もね、あまり知らなかったけど、友達から聞いて、でも私もまだ行ったことない。日本を出る前、ちょうど知ったけど、行ったらぜひ写真お願いします。はい。すごく話が面白かった。ありがとう、まるちゃん。今日いろいろ話してくれて、こちらこそありがとう。すごく楽しかったです。よかった。皆さんも動画楽しく見ていただいたらとても嬉しいです。ちなみに、まるちゃんのチャンネルでもコラボ動画出るので、ぜひチェックしてください。その動画も面白いと思います。はい、じゃあ今日の話はここまでです。じゃあまた会いましょう。パカパカパパ。ちなみにこれはポーランド語でバイバイパパ。皆さん